こんにちは、セナスケです。今回は、はい、こちらのスターウォーズのヨーダのプラモデルのヨーダのね、頭部分をね、塗っていきたいと思います。いやー、私ね、ほんとリアル表現とかね、結構爪が甘いところがあるなと自分で思っている自覚があるので、いや、前にね、ほら、ジブリシリーズ、ジブリのプラモデルの天空の城ラピュタからタイガーモスについてるプラモデル、ドーラさん、あのね、盗賊の、のドーラさん、おばあちゃんね、の顔を塗りました。そこでね、結構シワの描き方ね、うまくいって、あ、案外やれるじゃん、みたいなね。ちょっと調子乗ったりしたんですけど、いや、乗ってない、嘘です、今の嘘です、本当全然乗ってないんだけど、はい、ということで全然いけるんじゃないってちょっと思ったので、もうヨーダもね、このノリに乗って塗ってみようと思います。ヨーダの顔ね、どうかな。私最近ちょこっとね、スターウォーズね、見始めてて、ちょっとディズニーチャンネルを登録したところもあって、ちょこちょこっとスターウォーズを見るようになってて、エピソード2とか3あたりのようだかなと思って考えてますね。ちょっとシミとかがね、結構ある感じの、まあ、まだ若めのヨーダなのかな、はい、ぐらいにしようかなって考えてますね。このプラモデルがね、結構元気な時のヨーダっぽいんで、うん、まだ若めの時の方がいいかな、はい。で、使ったカラーとか塗ってる過程とかね、しっかりカメラで写すので、はい、皆さんが見て参考になったらいいなと思います。じゃあね、このヨーダの頭を取って、ちょっと頭取ってって言ったら怖いんですけど、頭をね、もぎ取って頭をもぎ取って、はい、サフですね、シタデルのプライマー入りサーフェイサーのケオスブラックっていう、まあ、いわゆる黒色ですね、黒色のサーフェイサーを頭全体に拭いて、そこから全てシタデルカラーで塗っていきます。はい、ということで、じゃあ早速塗っていきましょう。
ということで、ヨーダ完成しました。なんかこのカメラで見るとちょっと怖くない？なんか怖いですね。で、私ね、このヨーダ結構ね深い緑色にしたので、ちょっとねこの元の手とか足先の色の黄緑色と比べるとちょっと違和感が出ちゃうかもしれないんですけど、でもね、私的にね、ちょっとこの今のこの状態の色すごい気に入っちゃったので、もうこのままでいいかと思って進めました。やっぱりね、自分で満足できるっていうのが理想ですよね。はい、ということでね、今回のヨーダね、すごく楽しく塗ることができました。もうね、私ね、ドーラに続きね、シワ描くのハマってるよね、完全にね。もうね、細い線をねひたすら引いていくっていう作業がね楽しくて仕方がないです。はい、ほんと昔からね、私ね、なんかね、こうね、もうひたすら雑草を抜くとかね、もうなんかね、地面に埋まってる小石をね掘るのが好きだったんですよ。こう指でクジョクジョクジョってやって小石を掘るっていう、もう本当にね、何やってんだよっていうような作業が大好きなんです。はい、ということでね、もうね、顔の皮膚といいね、髪の毛といいね、ずっと細い線引く作業ですからね。まあそういうのが好きでよかったと思ってますけどね、今はね。うんはい、ということでね、じゃあ今回は全てシャデルカラーでね、今回はじゃないですね、今回もかな、今回も全てシャデルカラーでヨーダの頭の部分塗りました。はい、体をね塗るかがちょっとね迷うところなんですけど、もしかしたらこのまま飾っとくかもしれないです。はい、ということで、じゃあこの動画が皆さんの参考になればいいなと思います。じゃあ今回はこの辺で、じゃあね、またね。